どうもノッチン TV です。本日はですねドラゴンクエストウォーク、こちらにお知らせが来ているのでちょっとね話していきたいと思います。でまずはこちらのお知らせなんですけども、予告記念福引き&イベント開催予定というふうにね来ています。いつもドラゴンクエストウォークをお楽しみいただき誠にありがとうございます。明日3月12日金曜日、ドラゴンクエストウォークは 1.5 周年を迎えます。 1.5 周年の記念イベント、新たな装備福引きが登場するほか、ドラゴンクエスト7イベントが開幕いたします。ドラゴンクエストウォークで綴るドラゴンクエスト7の物語をお楽しみくださいとね来ています。はい、ということでね、ドラゴンクエストウォークも 1.5 周年、そしてナンバリングイベントであるトラクエ7イベントが来ます。これはかなりでかいアップデート、待ちに待ったナンバリングみたいにはなってるんですよね。でさらにね、この福引きの絵ですよね、まあこれはやばい武器がまた来るんじゃないかなみたいな、まあ、世界樹とかさ、まあ、最初のロトの剣とかもそうだけども、今回の福引きもまあやばいぶっ壊れ武器みたいな、覇権みたいな感じのガチャになる可能性があるような武器がこれね見えてるのかなと思います。いやこれは来てますね。であとね、ちょっとまあ最初の方に話したかったことなんですけども、まあ、結構自分今ね馬娘っていうアプリをやっています。で馬娘がかなり楽しくてやっていて、ドラクエウォークやめちゃったのとかねなんか言われたりするんですけど、ドラクエウォークまあ一応やめてはないです。でまあ明日もね福引き引こうかなと思ってるんですけども、それについてちょっと話させてください。でまずなんかアプリとかをやってる時に、なんか他のアプリがねアップデートしてやると、なんかウォークやめちゃったのとかね、なんかそういう風になると思います。でドラクエタクトの時もそうだったんですけども、なんかタクト最初かなり盛り上がってウォークからタクトに行く人が多かったっていうのがあって、でやめちゃったのみたいな、ウォークを捨てないでとかなんかそういう風になったりするんですけども、なんかねそういう流れってあんまり良くないとは思います。アプリゲームって結構その離脱率とか、まあ、維持率とかね、そういうのが重要になってくると思うんですけども、ここで言いたいのは、まあ、ちょっとで休止してたとしても復帰できるアプリっていうのが、まあ、一番ねいいアプリなんじゃないかなと自分は思っています。だからなんか少し離れたとしても戻ってこれるっていうところが一番大事になってて、まあ、それじゃないとやっぱり新規とかをどんどん獲得しないとそのアプリ自体が廃れちゃうんですよ。だからここで言いたいことはまあ2つなんですけども、まあ、何々のアプリとか何々のゲームやめたのみたいな感じで、まあ、聞かれても、いややめてないですよって言うしかないから、まあ、そこは普通にやめないでコツコツやってたりするんで、まあ、そこはちょっと分かってほしいということが1点で、もう1点言いたいことが、まあ、タクトの時とかそうだったんですけども、あの人はタクトに行って多くを捨てたみたいな風な流れにする、なんかそういう感じの風潮を作り出すと普通にウォークとかに戻りにくくなるみたいな感じがある。で戻りにくくなったら、まあ、その配信者の人が辞めちゃったりとかで普通にそのジャンルが廃れちゃったりする、そういうことにつながるんで、まあ、例えばなんか配信者がいなくなってしまったみたいのはあんまりねおすすめはできないんじゃないかなと思います。なので、まあ、自分もですね結構いろんなアプリをやってて、まあ、普通に時間がなかったり動画作成の時間はないけどもやってたりするんでね、そこのところよろしくお願いいたします。なんで誰々がどうしたとかそういうことを言うよりも、やっぱりね自分が楽しくやっていくのがいいと思います。で自分はドラゴンクエストも好きだし、このねやっぱり音楽もいいし、まあやっぱりアプリとして普通にその心セット装備セットとかをして攻略していくっていう部分が普通に楽しいと思っていて、ドラクエウォークはね本当に長く続けていけるアプリだと思います。まあ1周年でちょっとねインフレしたりとか、まあイベント特攻武器になったりとかあるんだけど、まあそのイベントのね重さ以外はね普通にまあゲーム内容マジで楽しいと思っています。まあドラクエとか FF とかあとニーヤとかね、普通に自分も RPG も大好きっていうのがあるんで、まあそういう風にね楽しんでやっていければいいのかなと思います。はい、であとはねドラクエウォークは今日のね18時にスマートウォークが来ます。だからスマートウォークも、予告して時間も予告して、さらにナンバリングのドラクエ7っていうところでガチャの武器も強そうっていう感じで、スマートウォークかなり盛り上がるんじゃないかなと思ってます。そこに関しては自分も期待してワクワクしてるところなんですけども、今日はですね、はい、ドラゴンクエストウォークのガチャをちょっとだけ回していきたいと思います。で明日その予告で来るガチャも回すんですけども、まあ、動画内容的に考えてることがあって、まあ、このドラクエウォークのガチャと馬娘のガチャ
どっちがきついかみたいな感じのね、まあ話にはなってくるのかなと思ってます。トーク内容ね。なんで明日もね、ウォークガチャ来たらガチャ引くと思うんで、そちらもね、まあ、よかったら見てみてください。まあ、結構いろんなアプリをやってるんで、ガチャがね、どのガチャがきついとかあるんですよ。ウマ娘のガチャもですね、一応 3% という確率なんですけど、あんまり 3% で出なかったりすることがある。200連天井まで何も出ないで終わるみたいなこともあったりするんだよ。だから結構ね大変なんだけど、まあウォークのガチャも結構これね、ちょっと見てみる。ウォークのガチャは、まあ、100連するとピックアップ確定枠っていうのがあってね、まあありがたいことなんだけど、ただ例えば防具とかも出る、防具が 3,4 個あったりして、まあ、25% か 20% かみたいな。武器が一番欲しいゲームではあると思うんですけど、武器が出る確率はまあその中の 20%、25% 見たくなってるから、結構さ、出ない時はもう防具ばっかりじゃんみたいになってきちーってなる時もあるからね、まあそこら辺ちょっと明日のガチャも楽しみです。ということでね、軽く引いていきます。まあちょっと福引券を消化っていう意味も含めて引いていきましょう。うい、単発はないか。であとね、ドラクエウォークに思うことなんだけど、まあ普通に結構楽しいんだよね。なんか周回とかをちょっと楽にしてほしい。今回のイベントだと宝の地図とか消化するのが大変みたいなところがあるから、そのなんだろうな、イベントの難易度というかね、その要求数を減らすっていうのもありかなとはね、自分は思ってはいます。さあということで、単発が終わったんで10連引いていきたいと思います。さあ、多くのガチャは優しいか、ウマ娘より優しいのか。あー、キュピキュピからの流れ星、20個でもあれば嬉しい。おー、さあ、武器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 、これだよね。いやー、そうだな、カットインとかもあるしな。でこの多くのガチャ、まあ、ウマ娘から見た人もいて、もしかしたらね見てくれてるかもしれないんですけども、多くのガチャの場合はこの虹が出て、でさらにまあピックアップ枠かどうかみたいなところが勝負になっている。でそしてピックアップ枠だったとしたら、まあ武器なのか防具なのか、防具は3箇所4箇所以上あって、防具の方が 出やすいみたいな感じになってるから、まずはここはねピックアップを引きたい。防具でもまあマシ、お願いします。あー、でこれは常設のねピックアップじゃないやつなんで、ちょっと今回は引けませんでしたね。これがウォークのガチャよ。明日のあの剣のガチャも楽しみだな。はい、じゃあはぐれメタルの剣もいきましょう。であとね、ウォークはねこのねガチャごとに分かれてるんすよ。これすごくない？セイレン装備と大海賊とはぐれメタルとか、まあいろいろねこういう風に分かれてます。はい、じゃあ次はねハグレメタルで、ガチャごとにねこれでしか出ないから、結構一点狙いガチャなんだよね。タクトとかと似てる。お、あるぞ、優しいウォーク。さあ2個、チケットで熱い熱い。さあピックアップ、そうだな、これ武器が欲しいね。ハグメタお願いします、来い。おお神だー、これはマジで神。これはですね、一応馬娘に例えるとミホのブルボン一点狙いを勝った的な感じです。ありがとうございます。マジか、ウォーク運営ありがとう。俺ウォークのガチャめちゃくちゃきつくてさ、なんかその昔こういうピックアップの武器を引くためになんか25凸みたいのがあるんですけど、まあ5、まあ違うか、29凸、ちょっとまあ凸換算で言うと29凸ぐらいのね、プラス25っていうのがあるんだけど、その時ねガチャね5000連ぐらい回した。武器出なすぎて5000連回した時あって、5000連ってもうさ金額に換算したらさやばい 金の額になるじゃん。まあ車買えちゃうじゃん、軽自動車とか。5000連回した時あったんだけど、こんなねチケット10連で出るなんて、なんて優しいんだ、なんかマジ光り輝いてるな、ありがとうございます。すげえ、ちょっと神回になったな、この10連チケットで出んのは。いやー、熱いっす。マジで嬉しい。そしてもう一個あんだよな。ほい！おー、グレタックス。これは常設の武器なんで、まあ、貫突しちゃってるって感じですね。ありがてえなー。はい、ということでね、この勢いで大海賊も10連いきたいと思います。ここまでご視聴ありがとうございました。ウマ娘から見てる人はいるのかいないのかちょっとわかんないんですけども、まあ、ウォーク勢も、ウォークの動画、俺が、まあ、上げれるようにね、ちょっと温かく
見守っててほしいです。あー、これはなし。はい、ということで最後までご視聴ありがとうございました。のっちん TV でした。またな、バイバイ。